はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、これもうだいぶ前からご神木の落木したやつですね。台風やったかな、なんか時に落ちてて、楽しいさんのお父さんこっち持ってきてくれてたんですよ。で、今はですね、子供たちがもうヒューッつってるって遊んでる、刺さるっちゅうでっつって、もうやめてくれっていうようなことをやってしまいますので、早くめに、もう細かくしよう、早めても遅いぐらいですけど。で、今日はですね、これ私の一番使いやすかったハンディチェーンソーです。ケブテックさんの10何インチっていうの、これは5インチチェーンソー L5001 番のやつですね。すげえ使いやすかった。このここね、今バッテリー抜いてるから大丈夫ですけど、ここのこの付け根のガードのところ、ここがスルーってなんかガイドしてくれる感じ。ここさえちゃんと当てとけば、なんかこう、あとはここに沿ってなんかスルッと落ちてくれる感覚があって、すごく切りやすかったです。なのでこれでとりあえず細かくして、でもう一つ、台風で楽しみさんが作った竹の柵が壊れましたよね、だいぶ前ですけど、あれを片付けたんですよ。で、その後もうそのまんまなってる木の、薪っていうかね、もうなんつったらいいかイチョウの木を細かく切ったやつ、あれがね、放置されてるとこがあるんですよ。ここ片付けてくれてるんですけど、それが残ってるので、そこを運ぶという作業、もう今日は地味です。この辺だけでわちゃわちゃしてるような作業になりますけど、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。まあ、ちょっと工具使って危ないので安全第一で頑張ります。はい、まずはこっちですね、この木を細かく切っていきます。言うてもね、太さはまあまああるんですよ。なんかまあパキパキにね、もう枯れてくれてると思うので、密度がね、ない分スルッと進んでくれることを願って、まあ、ちょっと危ねえと思ったらやめます。別の方法で細かくしていきたいと思います。あともう一つがこれですね、ここいっぱい薪にするっつって、一回桃やしょらやるやつイチョウの木を切り刻んだやつですね。これがね、積んだまんまなってるので、子供たちが今バッタ取りをね、一生懸命するから、ここ草刈りしたいけどちょっとできない状況です。で、足場もちょっと悪いというか危ないですので、この下はね、一応溝になってますから、それも片付けます。なので地味な作業ですが、手も突っ込むのちょっと危ないからね、足技駆使して頑張ります。こいちゃ見るやね、テンポがいいよ。すごい、ほんと最初の羽がないからマジで楽だ、怖くない。
かますとか言った。いつもの感覚で。ダメだダメだ。バーゲンないからね。からちょっと太くなってくるけど切り切らんな。どうやろうか。
るって緩めるだけでいいんだね。楽しさんとなんかレビューしたけどすっかり忘れちゃう。いろいろやレビューするから使い方がすっかり頭に入ってません。便利だこれなら、こうくるって緩めたらピッて勝手にチェーンが戻ってくれる。結果外さなくていいんだ。いいじゃん。わあ、ちっちゃくなっちゃった。 OK。 よいでっかい石ころもここに落ちてたので草刈りの時毎回邪魔だったんですよね。5個ぐらいあった。あ、すっきりした。いいじゃんいいじゃん。